はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021、ライブ配信始めていこうと思います。いつも通りツイッチで配信を行っています。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube のチャンネル持ってます。この動画、この配信2日後にアーカイブ YouTube にアップロード予定です。YouTube、Twitch のチャット欄に YouTube のチャンネル URL ございます。ぜひアクセスお願いします。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Are Two Days Afterまあ、YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ、アクセスお願いいたします。また、アカウントフォロー、チャットコメント、リポストなど、ぜひお願いいたします。マイツイッター X アカウントフォロー&リポスト&コメントアットグッドボタンプリーズ。はい、ということで始めていきましょう。ウィニングポスト9、いよいよ公開から2009年、が本格的スタートです。1月2週ですね。魔のヒーロー、調教師、では行きますか。フィアリーステークスはブラックキャビアが登場、4番人気となっております。伊坂さんは20番なんだけどな。1番人気はオリーブシャープのようですね。本社本命はコーラスデッキ。戦法変えられますが、ひとまずこのままでいってみましょう。ダイジェスト、中山3歳牝馬限定 G3 フェアリーステークス芝 1600m マイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。いけいけいけ。先頭残り 200m を通過して、ここで先頭変わってオリーブシャープ、2番手はコーラスデッキ、オリーブシャープ、この馬で決まりか。オリーブシャープ1着、2着は微妙です。1番人気に応えましたオリーブシャープ、見事です。直線入り口までは良かったんですけどね、そこから伸びきれなかった。身のこなしが硬くて得意な距離が限られると。さあ、新山記念天のヒーローは2番人気となっております。1番人気は凱旋鈍感ですね、鈍感力。ただですね、天のヒーローの方が印本紙含めて持ってますね。天のヒーローは2連勝、まあ凱旋鈍感も2連勝ですよね。一騎打ちムードかな。あとエルテールがいますが、エルテールってこれ連投じゃないの、ひょっとした。違うか。ダイジェスト、作戦はまあ2番人気だから変えられるけど、このままいきましょう。ダイジェスト、京都3歳 G3 日刊スポーツ賞新山記念芝 1600m のマイル戦です。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天のヒーロー先頭、内からぐんぐんとエルテイル先頭、さあ一騎打ちだが、あと 200m エルテイル、さらに足を伸ばす2番手は天のヒーロー、伸びなかったな。外から一気に外線鈍感エルテイル、エルテイル、エルテイルか。1着、2着にはどうやら外線鈍感、3着にアグネスサンタン、見事に勝ちましたエルテイル。馬のヒーローは5着、精神面ヒロは4頭、香港2頭、大井1頭っていうとこですね。アートレス系ゼニアッタがアートレス系なんだ。優勝か。アフェクション系はトゥーザビクトリーが流れを組んでおります。楽しみです。品系図見ていきましょう。これがアフェクション系で、S 評価 S となってますね。まあこれ一重にこれもやっぱりね、フェアリードールから続く系統の流れだと思います。天の、フェアリードール3区が天の玉ちゃんも参加達成してますからね。 G1 勝利、まあ、結構勝ってますよね。アートレスがあと昇格目前か。これはどういうあの馬を産んでるんだ。ジョリーダンスとかオトシグリーンとかダイナマイトダディとかイングランディーレとかマイスーパーマンとかですね。浦河バインゴールドからか。ビハインドザマスク、あとゼニアッタがこの系統ですね。ゼニアッタの血がついでくれるかもしれません。こちらの G1 勝利はまあダートですから、誇る名馬になってますね。もはや日本の名馬なんですけどね。まず、今回はいずれも残念な結果に終わってしまいましたが、クロカスじゃないような気がする。なんだろうな。でも距離が長かったのか。なるほどな。フィリーズレビューぐらいだな。ブエナビスタのローテ変えてもいいから、フィリーズレビューに投入する。ファルコンという、ファルコンに出る手はありますね。むしろ
れは、疲れそんなに溜まってないからまだギリギリでいい。山のヒーローはどうでしょう。万能ターンってどのぐらいの距離までなんだろう。正直短い気がするな。二周放牧しよう。なんだこの絆効果、安田戦六はダブルのスピードがついてますよ。アグネスデジタル産駒ですね、母がサドラーズウェールズ。そういう意味では今後楽しみしてるんですが、まだちょっと早いのかもしれない。本格化はあと短距離戦でやった方がいいかもね。18でも長いかもしれません。あ、買ってくれない。あ、さだまおが、外線決め位置、外線マン。あ、結局あなたとは違うんですっていう感じですね。お、天のジュピターだ。首位互角か、勝ってほしいな。路線の風、ブロードストリートが登場です。141か。なかなか140超えると難しいですよね。145円は NEXT。 香港スチュワーズカップ、天のジュピターです。一番人気ですが、114、決して抜けた実力とは言えません。レースで証明しましょう。シャティン競馬場 G1 香港スチュワーズカップ芝 1600m をマイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先手を奪うのはドノーブか、まあまあか。リズミットコーラン前に行きそうです。サルトリートリーズン、それに続いています。さらにはアルダルシエラ、足毛の馬体、ティムズグレイ、その後ろ先手を取ったのはアルダルシエラ、その外にチャーターデザイン、その後ろにウィンクルカルタ、青の帽子オンスコレクション、その後ろ天のジュピター、後ろから内からはザッツザスウェイル、その後ろにオードインデスクリション、並んで無敗のウエストカーマイ、アンビシャスドラゴン、それに続きます。その隣にジェットスキーアルキー、しんがりからダンストランクイリティ。さあ先頭はまだ2番アルダルシエラ、まだ粘っています。ティムズグレイ、ほとんど差がありません。リズミックコーラル3番手、天のジュピター。さあジュピター上がってきた、いいまくりですね。直線コースに入りました。さあ伸びきれるか、意地のぶつかり合いだ。アルダルシエラ先頭、外から勢いよく天のジュピター、ここで先頭に踊り出ましたが、あと 200m 天のジュピター。さあ頑張りきれるか、残り 100m。2番手はジェットスキーアルキー、押し切った、天のジュピター、勝ちましたね。1着、2着はジェットスキーアルキー、3着にオードインデスクリション、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のジュピター、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあもう6歳ですからね。おい、待望の海外遠征。
いいえ。センテナリースプリントカップ、天の椿、2番人気か、1番人気ではない。しかし天の椿127なんで、アパッチキャットには負けるけど、2番手の評価はありますね。なんとか頑張ってもらいたい。先方、まあ差しは悪くないですね。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 センテナリースプリントカップ芝 1200m の電撃戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはバレーフォール、ロケットマン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウィングルック、鼻に立ちます。その後ろからはロケットマン、この馬も上がっていく構えです。さらにはウルトラファンタジー、古豪、バレーフォール、その後ろロケットマン、先手を取りました。オフィチャージャー、それに続きます。さあ、これに中段からベストジュニア、競馬を進めていきます。インスタントエプトーム、内からはスキップニスカシミリア、黄色の帽子、キートゥザプラクトル。さあ、そろそろかな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、さあ上がってきました。ロケットマン先頭、天の椿爆を割れるか。さあ先頭に立ったのはアパッチキャット。ああダメだ、アパッチキャットの勢いの方がいい。さらに引き離していきます。ようやく伸びてきた。3着かな。アパッチキャット今ゴールイン、段違いの強さです。2着はウルトラファンタジー、3着に天の椿、立ったのはアパッチキャット、見事な勝利です。残念、キザレベルアップしたんですが、 TCK 女王杯、天のエレループ1番人気、クラブは凱旋世界中も3番人気となっております。2番人気がヒシサルビアか。ダイジェストいきましょう。大井競馬場 JPN3 TCK 女王杯牝馬限定ダート 1800m の地方交流重賞。4コーナーをカーブして、さあこれからです。勝ったでしょ。先頭リードは3馬身以上、強いわこれ。その差が広がります。あと 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手は凱旋世界中、ぶっちぎった。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は凱旋世界中、3着にシサルビア、勝ったのは天のエネループ。さあ、千の風登場。千の風一番人気です。四歳馬か、千の風。前走中一新聞杯を勝って重賞初制覇かもね。これが、本正面はオアシスセッション。これが強力なライバルとなってきそうです。ね、遠心ジュピティか。ダイジェストいきましょう。京都 G2 日経新春杯芝 2400m の試合です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オアシスセッション、オアシスセッションの方が勢いがあり、天馬ソニア2番手、手応えはどうか。残り 200m 伸びてきてるが、ダメだ。2番手はスマイルジャック、後方から一気にマインデルキッズ、先頭はオアシスセッション、1着でゴール、2着はマインデルキッズ、3着にスマイルジャック、見事に勝ちました。オアシスセッション、伸びなかったな。千の風は5着に敗れました。そして愛知杯はクラブバーです。オディールが1番人気、凱旋駅中も3番人気となっております。なるほどね。オディールは伊坂さんの上で全部20までですね。駅中は
黒三角が最高となっております。で2番人気はアブネスファティマ、ダイジェストいきましょう。中京 G3 愛知杯芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アグネス・ファティマ先頭、外からオディール、先頭アグネス・ファティマ追いすがる、あと 200m オディール伸びてきた、残り 100m、 2番手はアグネス・ファティマ、オディール先頭だ、オディール1着、2着は凱旋駅中、3着に目白ヒロイン、オディール見事1番人気に応えました。ワンツーフィニッシュですね、クラブ馬の。さあ、海外遠征2頭、スマートファルコンとアマノハウル、そしてアマノノートレが川崎記念に挑みます。そしてアマノラキッサデビューですね、若尾ライデンとアマノナッチャン、霊彩血統かと流行血統の組み合わせ、なっちゃんは流行血統になっちゃってますね。楽しみではありますが、アホ毛なんだ。距離適正はマイルか、マイル戦で行きそうですね。と金引きりが東海ステークス、天毛彩さん98もあるんだ。よかった。さあまずは UK の買ってくれない、どうなってんだ。ジェロが全然売れてないですね。まあ、それを置いといて。もっと回収率が上がればいいんですが、まあ、ウォーカーとか稼ぎまくってるもんな。ブエナビスタがフィニーズレビューです、フィニーズレビューじゃないような気がしてきた。チュリップショーかな、やっぱり王道の。放牧しましょうか。で初音ミクパワーは S プラス、 S プラスはすごいな。さあ海外遠征を狙います。で勝利を狙いますがどうなりますか。8月4週のデビューですね。ダートじゃダメじゃん。ダート走らせたらダメですね。なんでダート？
タートしかないんだ、走らせるレース、られるレースが。さすがにそれはちょっと、ここまで走らせるレースがないんですね。うん、じゃあしゃあないですね。優勝取ってる、初音ミク取ってるな。じゃあ別に出す必要ってないですからね。柔軟性 D か、賢さ A プラスなんで楽しみですね。ドロロは一緒クラス、瞬発力が F か、ん、どういうレースっぷり。でも中段伸びるから、中段伸びとかなってるからな。調教方針をちょっと客室重視に変更しましょう。うん、ラキスタデビュー、三上は健康重視だよな。ニコニコも賢さは高い、来月 SA デビューはなかなか調子上がらない。おすまか、え、椿ですか。健康が低いよな。健康精神力が両方とも低いから、スクエです、なんかちょっと精神力が伸びないんだろうな。この数字どっち上げるかって言ったら当然メンタルですよね。あ、任せてくれって言われてるや。本当は健康かメンタル上げたいんですけどね。あー、やばいな、密集放牧、ナバウアー、ジュベルハッタ、アメリカンオークス取ってるから、で春日がフェブラリー、勝負に、勝負の時です。性格の臆病ってなんとかならないのかな。うん、これも一周放牧、キャンキャンが、ん、ちょっと待って、フェイトって、あ、中山金牌か、ん、フェイトってどっちも走れるのか。ゲド戦記、これゲド戦記は4勝ですね。遅めか、じゃあ全然チャンスありますね。金札のスマートハルコンも4勝となっております。まあ、こちらは覚醒なんで焦る必要がないです。今週レースですが、ちょっと調子に不安がある。まあそんなに落ちてはないんですけどね。タンクレットか、まあ2周放牧ぐらいしとけばいいでしょう。千の風は一周放牧で、エスカーレットが休んでます。で小泉が11勝だからもう大丈夫。ゼニアッタがフェブラリーですね。楽しみです。ちょっとこれ登録しようか、そっちの登録じゃなくて
あれ対戦って合戦って何？iPod か。iPod も12勝ですね、気がつけば。プロが G1 8勝を挙げております。アミーゴが11勝か。まだまだ走れるとは思うんですが、ちょっと調子とか健康に不安がありますね。チャプターどこに？2月4週か。ノートレが今週。想定内が小倉大商店か。スピードが欲しいが、スピードなかなか乗りないよな。伸びない馬結局伸びないよな。ユーソナは10勝。ユーソナはダートか。マジカップ出てもいいけどな。その成績だったら。二頭出してもしたよな。冬ソナと、金引きり。まあ一周放牧してっていう感じでしょうね。チームはどこに出すんだろう。まだ3勝ですからね。勝てるレースに出さざるを得ないですが、PC ダートマイル取ってるんだ。2週後でもいいぐらいだよな。でも出せるレースがないんだよな。うん。
いや強いな世界に花はもう。で最後シャメールですね。シャメールは自分は一生もできないんでちょっと厳しいですね。じゃあ行きましょう。最上位スマートファルコン海鮮愛知博か。川上プリンセスですね。金引きり、まあ当然でしょうね。ペガサスワールドカップ、スマートファルコン一番人気128、あ、クワイターバイタリティが112なんで、これはちょっと抜けていると思います。勝てるんじゃないでしょうか。レース行きましょう。ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップダート 1800m です。ここアメリカのガルフストリームパーク競馬場に全米を代表する砂のチャンピオンホースたちが集結しました。今年最初の世界が注目する G1ペガサスワールドカップ、まもなく発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。トゥーマッチフォームス、前に行きそうです。ブラムタッチ、それに続いています。オラトールサイレンス、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先頭はスマートハルコン、短期の逃げに持ち込めるか、うん、逃げましたね、守備よく。それに続いています。ジオポンティ、すぐ後ろ、その外にグッバイヘッドラック、その隣にビハインドザタームズ、その外からブラムタッチ、クワイタバイタリティ、そのうちに続いています。並んで10番、ココアビーチ、エントリーカリフォルニア、この馬もこのグループ。これに続くのがサッカーエクスポ、赤の帽子リーナーライター、その後ろ最後方にオラトールサイレンス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G14勝、スマートハルコン依然として先頭です。さあ先頭はまだ6番、そう広げていきますね。2番手はトゥーマッチフォームス、グッバイヘッドラック、3番手、さあスマートハルコン、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ちょっと後ろ全然ついていけてない感じです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう持ったまんま、あと 200m、 これは完全にちぎれた。2番手はココアビーチ、スマートハルコン、この馬で決まるか。置き去りです。独走スマートハルコン、ぶっちぎりです。2着はココアビーチ、3着にオラトールサイレンス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スマートファルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。やりましたね、強い。さあペガサスワールドカップ CT、 これ G1 ですね。アマノハウル一番人気となっております。こちらも130ですが、キップネビルがいるな。これが強敵な強力なライバルとして、立ちふさがります。あと3番人気はドクターディーノとなっておりますが、勝つことができるかレースです。ガルフストリームパーク競馬場 G1
ペガサスワールドカップターフ芝 1900m です。ダートの本場アメリカで行われる芝の G1 レースです。世界中から集まったターフのチャンピオンの頂点に輝くのは果たしてどの馬か。ペガサスワールドカップターフ、まもなく発走です。スタートしました。アメリアパリス、これは遅れてしまいました。さあ花を切るのはどの馬か。ストリーミングキャリコ、前に行きそうです。タイディングスハード、それに続いています。さらにはアンターントパル、 G1 馬、ヒップデビル、その後ろ先手を取ったのはストリーミングキャリコ、ドクターディーノ、それに続きます。青の帽子ゴールドサウンディングズ、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。好位置をキープしています。アマノハウル、その隣にアメリアパリス、コートビジョン、それに続いています。並んで6番ウィニーズスプーニー、その横にステートクリーナー、しんがりからアナイブティフラムズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。9番ストリーミングキャリコ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてアンターントパル、これに続いてアメリアパリス、並んで古豪ドクターディーノ、すぐ隣にキップデビル、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ9番ストリーミングキャリコ、2番手はアンターントパル、アメリアパリス、3番手大外から緑の帽子アマノハウル、伸びてきた。後続も追い上げていきます。どうなる、ちょっと隙を突かれているが、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 あ厳しい。日本と世界意地のぶつかり合いだ。2番手はキップデビル、先頭はゴートビジョン、ゴートビジョンにやれましたね。どうやらキップデビル、3着にアマノハウル、勝ったのはゴートビジョン、見事な勝利です。笠木記念アマノノートレです。1番人気、2番人気フリーオーソ、これは強敵、3番人気サンライズバッカスとなっております。レース行きましょう。川崎競馬場 JPN1 川崎記念だと 2100m を交流重賞です。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはさようなら、綺麗なスタートを切りました。11番さようなら行きました。続いてエリモクラウンズ、先手を取ったのはさようならコスモバルク、上がっていきました。その外にゴエレトレジャー、その外からグリオーソ、並んで10番グリーンオート、アマノノートレ、 B1 です。その隣にマンオブパーサー、内からはミンクシャーミン、白の帽子ローミンハード、その後ろワンダースピード、それに続きます。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。サンライズバッカス、それに続いています。並んで14番クイーンプレイ、その横にアンパサンド、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。11番さようなら、依然として先頭コスモバルク、この馬もこのグループ、そして大きく離れてエリモクラウンズ、この位置です。並んで古豪モエレトレジャー、これに続いてグリーンオート、青の帽子アマノノウトレ、いい位置につけました。並んで G1 馬フリオーソ、ミンクシャーミン、すぐ後ろローミンハード、その位置に続いています。その外にマンオブパーサー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてさようなら、ここで先頭が入れ替わりました。コスモバルク、さようなら2番手に控えました。3番手にアマノノウトレ、絶好の手応え。さあ先頭に立ったのはフリオーソ、2馬身から3馬身引き離す。さあどうだ、フリオーソ、なんだこれ、勢いよくワンダースピード、先頭2番手はフリオーソ、ワンダースピード1着、2着はフリオーソ、3着にアマノノウトレ、やはり中央の馬が強かった。なんだこいつ、でも伸びなかったですよね。ノートレも3着に敗れました。さあ天野ラキスタがデビューです。1番人気 1.6 倍だ、しかもグリグリ、父若尾愛伝、母天野なっちゃんです。
では行きましょう。ダイジェストです。京都山西新馬戦ダート 1400m 天野ラキスターメイクデビューです。さあいよいよ直線の先頭ですね。天野ラキスター先頭、差が広がる広がる。残り 200m 後続を完全に引き離した。残り 100m、 2番手はイッツマイハミング。天野ラキスターこの馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエアーライブ、これは桁外れの強さだ。天野ラキスターぶっちぎりましたね。いいんじゃないでしょうか。デビュー戦を見事に圧勝で勝利飾りました。さあ東海ステークスになんと金引き登場、 1.5 倍ダントツを1番人気、もちろんグリグリとなっております。まあ負けないでしょう。フェアリーピサワイルドワンダーあたりか。ダイジェストです。中京 G2 東海テレビ杯東海ステークスダート 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、先頭にぶちぎり、先頭後続大きくちぎれました。内で食い下がるフェラーリピサ、残り 200m、 これは完全にちぎれた。残り 100m、 後続は大きく離れた、ね、2番手はフェラーリピサ、金引きり、負けられないですよね。金引きりぶっちぎりです。実やったら2着はフェラーリピサ、3着に大小ジェット、これが G1 馬だ。金引きり、さあ、この馬サウジに向けて旅立たせます。そして若駒ステークスですが、凱旋大振りか、ちょっと厳しいな。エンドシュート、ダイジェスト、京都3歳オープン特別若駒ステークスは芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ドラゴンジャパン先頭、残り 200m、 オリーブスパーク先頭だ。残りわずか、ゴール前最後の攻防、2番手はウィンドシュート、先頭はオリーブスパーク、1着でゴール、2着にはどうやらウィンドシュート、3着にオリーブタイプ、勝ったのはオリーブスパーク。ガイセンオブリ大敗ですね。 AJCC です。天野シャメール一番人気、クラブ馬を4頭出走、その中でも一番あの浅草キングスですが4番人気ですね。天野シャメールがグリグリとなっておりますんで、まあ、負けられないよな。ダイジェスト、中山 G2 アメリカジョッキークラブカップ芝 2200m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、天野シャメール先頭、残り 200m、 天野シャメール余力は十分、さらに引き離していく。2番手は浅草キングス、天野シャメール1着、天野シャメール完勝、2着は微妙です。天野シャメール見事な勝利です。1600億を達成してますね。1頭だけか、天のドロー、しかも抽選。
ドロロはどうも出走できそうですね。お、ジェロようやく買ってくれた。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。じゃあ ローテか、シャメールは中山記念か、1800だから微妙に長いけど、でもなかなか難しいんだよな、ここ何走らせればいいかって。3000だと長いしな、金庫賞はハウルがいるし、2000が一番ベストなんだけどな、2000の芝が。まあでも大阪杯に合わせるか。ジャニー、いや、なんでもない。ん？横山騎手、かぶる？かぶるかもな。と調子がな、スピードも悪いし、まあ上勝てないのも分かる気はするよな。これ勝ちたいんやですね。勝ちたいんや、4勝です。今 G1 あと4勝勝たないとダメ。あ、でも地方も勝ってるから、その分か、あ、地方ばっかりだな勝ってるレース。ジャパンダートダービーだから実質2勝ですね。まだ海外あと6勝しないとダメ。世界に花が、うん、なるほどね。まあ大阪杯行きたいですよね。そりゃ行きたいわ。シャメールどうするかですよね。海外行かせるっていうのは有効かな。この辺とか、でもアテネがいいのか、気持ちいいとか、みんな、あ、ジュベルハッタはもうある、あ、みんな出てるな。でもまあここかな。ジョッキーかぶるよな。ハウルと被るのか。じゃあハウルが7勝で金庫賞を出すわけにはいかないやん普通に。本当いったらもうここを勝負すべきですよ。あと行くんだったら
マイル戦とかか。ここ行ってみるか。あ、乗ってくれないんだ武豊。主放牧。スワトハルコは被るな。まあ、スワトハルコに武豊が乗らなきゃ済む話。原田騎手を乗せましょう。またなんか5勝ですね。あ、でもゼニアッタも川田騎手なんだ。川田、あれそうやったっけ。ゼニアッタって川田だっけ。川田2位か。まだじゃあ関係性はちょっと薄いな。黒田騎手に任せましょう。金車差か。車差は狙います。気持ちいいも休ませてサンタニタへで、冬ソナがサージカップか。まあ、もう10勝してるんでね、狙っていきます。ジュピター、次のレースが結構鍵ですね。2400もいけるからな。勝ち星を積み重ねないといけません。2月3週以降ですが、OK なの。まあ、出すことはできるけど、小泉と被るからな。ここもそう。気持ちいいと被るし。ヒナバウアーと被るからな。まあ、タクレットはオーケンブルースリーがいいのか。あ、難しいな。大阪杯出そうとなると、大阪杯に他ちょっと出そうと思ってる、まあ回避させないとダメだ。2600までいけるからな。ドバイターフはダイワスカレットがいいのか。天のアイポッドがいるし、結構無理やな。タンクレットが、1400からだもんな。うん、ここを出しましょう。大阪杯は回避。着とはさまだ3勝ですね。こっちに行きたいよね。なんで一気に勝負に行きます。絆効果とかあるんだな。このトレは次はフェブラリーか。うん、そ
想定内がちょっと調子を落としてきてないか。小泉は11勝上げてんのか。11勝やったらもう他の馬に譲ってもいいよね。むしろジュピターとか。譲りましょう。小泉はあれラペットじゃない。あ、ダメだ、譲れないんだ。もうん、あ、ん、え、今週って2月1週だろ、譲れるはずなんだが。なんで？竹豊か。で、小泉はやめます。出走を。牝馬限定に出してもいいかもね。2000はベストなんですけどね、条件として。線だもんな。線の風がいるが、ちょっと線の風じゃ対抗しきれないんで、中山記念登録しときましょう。海外行ってもいいとは思いますけど、その前にちょっと疲れが不安ですよね。休んで、これが良さそうだな。さあ、そしてゲド戦記はまだ4勝となってますね。ループどうかな、まだ早いよな。距離は16の2200。エンプレス杯はフェイトがいいのか。名古屋大商店とかもあるけど、名古屋き、これに出しましょう。
ャンキャンはここで、ハニカミがもう距離がねマイルなんでしゃあないですね。初音ミク花盛りがブラックキャビアはね、ラッキースタがネモフィラ賞かダートバだからな、重賞に出られない。あとあと堅実にやっぱり勝ちに行くしかないや今んとこというところですね。この逃げがドバイ通用するかですね。さあ ネクスト白富士ステークスはこれは飛ばします。さあ天野ドロロ登場、抽選を勝ち上がってまいりました。2番人気ですね。1番人気天馬でデプグリーフ、ドロロはまあ厳しいよな。うん、ダイジェストです。京都3歳1勝クラスダート 1800m です。第4コーナーをカーブして直線コースに入りました。天野ドロロ先頭、残り 200m、 これは完全にちぎれた。天野ドロロアドバンテージを、さあ詰まらないな、思ったよりは詰まってきたが届かない、勝ちました、逃げ切りました。どうやら天馬デプグリーフ3着にオリーブロッキー、見事に勝ちました天野ドロロ。2勝目です、ドロロは。そしてシルクロードステークス、凱旋サオダケヤは6番人気か、ちょっと厳しいかな。ルミナスファーバーが1番人気となっておりますが、ダイジェスト京都 G3 シルクロードステークス芝 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ルミナスハーバー先頭、あと 200m、 先頭はルミナスハーバー、2番手はスプリングソング、後方から一気に待ちかね早手、ルミナスハーバー強い強い、ルミナスハーバー圧勝ゴールイン、2着は微妙です。1番人気に応えましたルミナスハーバー、見事です。そうだけは3着、まあ頑張ったんじゃないでしょうか。さ、2月の2勝2頭だけです。佐賀記念と如月賞、とタイマスカレー3月5週はかぶっちゃうんだ。この椿か、竹田、まあ、が乗ってほしかったけどな、仕方ないですね。福永騎手に任せましょう。さあドロロこれで2勝あげましたね。芝田と両方とも対応しておりますが、確かに今重賞で出すんだったらダート重賞はないから、芝の重賞をチャレンジするしかないんですよね。でもフィリーズレビューじゃないような気がするな、ちょっとやっぱ考えよう。毎日母さんじゃない、あマリンカップっていうのがあるのか、でもこれはコバだもんな。
あ、でも3歳出てるんだ。え、そうなんだ。3歳の登録って OK なのか。あと51キロで出れるんですね。プランカッパー凱旋白プランか。あ、でもこっちですよね。まあ、ダート出ても方がいいような気もするけどな。まあ芝はまだ未知数なんで、芝で変わり身があるかもしれませんが、バレンタイン、まあ結局実力なんですけどね。天のヒーロー楽しみです。ネクスト佐賀記念、天のキャンキャン一番人気、7頭立てですね。ダイジェストいきましょう。佐賀競馬場 JPN3 佐賀記念ダート 2000m です。短い直線に入って持ったまんま届くかどうか。天のキャンキャン先頭、後続とは3馬身以上の差。これはつまらなさそう。あと 200m 後続を完全に引き離した。2番手はチャンス到来、ぶっちぎりましたね。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はチャンス到来、3着にボランタス、勝ったのは天のキャンキャン。エルフィンステークスとなっております。このクラブ馬が多いです。その中で一番人気があるのは11番凱旋大振りで3番人気です。なお一番人気は4番のベルズホーク、2番人気は2番のドライコードとなっております。この2頭がなんか20丸分け合ってる感じはありますね。ダイジェストいきましょう。京都オープン3歳オープン特別エルフィンステークス芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋恋空、先頭恋空だ。内からオリーブシャッフル、外から凱旋オグシオ、残り 200m。 あ、でもまだ分からない。外から意地を見せる。恋空頑張っている。凱旋恋空、ここまでか。オグシオ、オグシオですね。凱旋オグシオ体勢有利。おクラブは頑張りましたね。芝居してはちょっと時計かかっているのは気がかりではありますが、大活躍です。そして騎騒ぎ賞、天のヒーロー登場。5番人気、1番人気、アプレザンレーブ。これはちょっと強いかな。
リーチザクラウン、ベストメンバー、まあステークスジョーも強いですよね。山のヒーロー逃げか、先行策で行ってみ、ちょっと引く競馬やってみよう。ダイジェスト、京都 G3、3歳キサラギ賞 NHK 賞芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、リーチザクラウン先頭、2馬身から3馬身のリード、厳しいな馬群に揉まれている。 200m を通過してじりじりとしか伸びていかないな。3着か、1着2着はベストメンバー、1番人気に応えましたアプレザンレーブ、見事です。天野ヒーロー3着、まあしぶとく伸びてはきたんですが、本当は切れ、鋭い末脚が欲しいとこです。さあ香港2頭を含めて5頭が出走します。おっと1頭出ちゃダメ言われてますね。ゼニアッタって急勝だよな。ゼニアッタどうしよう、勝ちたいんやが4勝、セカチュウが12勝か。距離適正は別に合ってるしな。ゼニアッタが一番合ってない、ゼニアッタを外しましょう。本戦さあこれ本戦最後です。自分はつけると復活することも、さあ坂記念も勝つことができましたので、マチステークスか、まあいいですね、マチステークスは。距離もまあ1008は大丈夫だし、山のヒーローは木更津賞、まあ検討はしましたが、もっと短い方がいいかもな。まあ重賞取ってないのは気にはなるからな。スプリングか、ファルコンがブラックキャビアがいるからな。終盤です。6人が買ってくれましたね、今年の分は。そしてこれが知人の成績、頑張って、まあヘルシオの頑張りですね。山本京子、一部でもマイナスか、
愛知枠は稼いでんだけどな。まあまだです。おっぱぴーや夢かなえもいますから。ジュピター最上位。なんか成長してますね、ジュピターは。着実に。もう凱旋同感だ、共同通信杯は。そしてザレマですね。行きましょう、ネクスト。香港ゴールドカップ、アマノジュピターです。1番人気、だが1番人気ですが圧倒的に抜けているわけではありません。その中で、前走と同じように勝つことができるのでしょうか。レースです。シャティン競馬場 G1 香港ゴールドカップ芝 2000m です。さあ、前走の勝利で海外遠征の特性がつきました。アマノジュピター国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはまずまずスタート。綺麗なスタートを切りました。悪くない。飛び出してオフィスハーバーと花に立ちます。その後ろからはコバートバーリン、この馬も上がっていく構えです。さらにはエイティリバース、9番オーミュデイトウォール、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先手を取ったのはエイティリバース。これに続いてスナックモナーコス、その外からノベルアルキー、好位置をキープしています。アマノジュピター、その外にチック&フォルテ、並んで5号ベストジュニア、すぐ後ろにイッツテーブル、その隣にジェットスキーアルキー、ボードインデスクリション、すぐ後ろアマノジュピターはエアビリーブ、その後ろシンガリからフールズシューテング、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から1000メートルを通過、少々スローペース。後方の馬はちょっと後位より中段や前につけてますね。展開になりました。4番エイティリバース、バグを割れるかどうか。先頭はまだ4番エイティリバース、オーミュデイトオール、ほとんど差がありません。間を挟んでコバートバーリン、3番手。さあ行け、コーナーをカーブして開いてくれコース。今開いて突っ込んできます。あーすごい素足だ、一気に先頭に立ちましたね、ジュピター。これは素晴らしい。本格化か。このまま押し切るか。2番手はオフィスハーバート。ぶっちぎりました。圧倒的な強さを見せました。2着はオフィスハーバート。3着にノベルアルキー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノジュピター。まさしく6歳にしてようやく本格化ですね。ここゴールドカップ連覇か。クイーンズシルバー JC、 アマノアミーゴです。1番人気130。アパッチキャットか、またもアパッチキャット、ほんとしつこいやつですね。あとグッドパパも怖いです。地味に福永騎手になってしまいました。これがどう影響するか。レースです。シャティン競馬場 G1 クイーンズシルバージュビリーカップ芝 1400m です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グレートサジタリウス、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してグレートサジタリウス花に立ちます。その後ろからはタングルドカール、この馬も上がっていく構えです。先頭に戻りましょう。パワフルステップ、先手を取りました。内からは藤山デビル、その外にリズミックコーラル、グレートサジタリウス、それに続いています。並んでパッチキャットと並んでますね。グリーンクーリア、この馬もこのグループアパッチキャット、そのうちに続いています。その外からフローレンスタック、内からはトラディションフォール、アマノアミーゴ、この位置です。その隣にグッドババ、その後ろからはバレーフォーン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。直線や、日本と世界、意地のぶつかり合い。アパッチキャットがもう、じゃあバグにし、バグに詰まっている。ようやく持ち出したが追いつくのか。いいスピードだが詰まりそうにない。2番手はアマノアミーゴ、アパッチキャット今ゴール。さあ詰まりませんでした。2着はアマノアミーゴ、3着にグッドババ、勝ったのはアパッチキャット、見事な勝利です。クイーンカップ天の浜盛りです。5番人気、芝は果たしてどうような、芝の重賞って初めてだったと思うから、果たしてどのような結果になるんでしょうか。ダイジェストいきましょう。東京3歳 G3 デイリー杯クイーンカップ牝馬限定芝 1600m です。さあいよいよ直線の攻防。あ、いいですよ、いい感じで上がっていってる。天の花盛り一気に来た。ここで先頭は天の花盛り、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。あと 200m、 天の花盛り伸びてきた。2番手はオリーブシャープ、そう引き離した、やりましたね。天の花盛り勝ちました。天の花盛り完勝、2着は微妙です。見事に勝ちました、天の花盛り。5番人気ながら見事な勝利。次です。落葉ステークスは凱旋のダメですが、これ飛ばします。アスナの賞、天のニコニコ1番人気 1.7 倍、グリグリです。ダイジェストです。小倉、3歳1勝クラスアスナの賞、芝 2000m です。短い直線に入って、ね、後続は届くかどうか。天のニコニコ先頭、後続は大きく離れました。残り100m、これはぶっちぎりですね。後方から一気にリーガルアーク、2番手はベネチアンセレス、天のニコニコ独走、天のニコニコぶっちぎりです。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、天のニコニコ。お、トップクラス B あたりかな。成長待ちましょう。続いて共同通信杯、クラブは凱旋どうかが一番人気です。伊坂さんのおいてみんな20丸です。伊坂さんの20丸はスミッピーアミーガ、これが2番人気ですね。エルテールとかもいますが、まあ、この2頭の一騎打ちムードでしょうね。ダイジェストです。東京3歳 G3 共同通信杯芝 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。タヒチプレス先頭、さあいい背足、凱旋ドンカン、凱旋ドンカン、ここで先頭に立った。凱旋ドンカンリードは1馬身から2馬身、残り 200m を通過して凱旋ドンカン意地を見せる。
あ、しかしここで再度伸びていった。なんとか勝ちました。一番人気に応えました。凱旋ドンカン見事です。次です。京都記念天野ブログ登場。スミグラスワン、本紙本名はドリームジャーニーですね。オディールなどもクラブバーオディールなどもいます。凱旋キーライダーも実は結構不気味です。あと松井田ゴッホですね。人気馬は ダイジェストです。京都 G2 京都記念芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。シャドウゲート先頭、1馬身から2馬身、さあ大外から天野ブログ伸びてくる。早くももう先頭だ。抜けた。2番手はドリームジャーニー。天野ブログ勝ちました。天野ブログ完勝。2着はドリームジャーニー。これが G1 馬だ。天野ブログ。8勝馬キザレベルアップ。北九州短距離ステークス、クラブはファリダットが1番人気、同じクラブはではベストロケーションが2番人気、アルティマトゥーレが5番人気となっておりますが、ファリダットがもうグリグリですね。北九州記念2着馬です。ファリダットは ダイジェストです。小倉オープン特別北九州短距離ステークスは芝 1200m の電撃戦です。さあ直線に入りました。ぶち切った。この直線は短い。ハートオブクイーン先頭、外からファリダット、ハートオブクイーン先頭、ファリダット抜けた。2番手はハートオブクイーン、ファリダットですね。1着、2着はハートオブクイーン、3着にベストロケーションファリダット、見事1番人気に応えました。さあ2月4週この週までにするかな。フェブラリーステークスを展望です。真冬の熱い戦い、連覇なるか。スカチュウ、春日、勝ちたいんやなどもいますが、セカチュウと春日の一騎打ちとなっております。オスノファームさんじゃないですか。うん、クラウンズチャッタージュピター。ああでも放牧してるからレースに出せない。で一周放牧ですね。で以下はまずベーナビスタ、これもチューニップ賞へ行かせる。初エミクは重賞初制覇狙う。花盛りもトライアル行かせる。マイルか、この馬。となると、桜花賞は行くけど、オークスは厳しいということになりますね。
とはフラワーカップ、芝は通用するか見る、ブラックキャビアは完全にやっぱり短距離戦だよな、戦力は長い、ラキスタは芝だと両対応だったんだ。で距離的線もなかなかいい線は行ってますね。短距離線も行けるし、まあ基本はマイラーだろうからな。サニカミはどうするか。サニカミは NHK マイルまともに狙ってますね。ニコニコはイヤヨショーディープインパクト記念を狙います。どうしようかな。パンのターン、まあ距離が短い方がいいんだけどね。まあちょっとでも本音を言うと休ませたい。ファルコ出すのはいいかもしれない。あダート、そうかこっちでもいいんだ。一周放牧、椿なぜスプリント、春日ってどういう成績だっけ。あ最近好成績上げてるんだ。ドバイワールドカップですね。佐藤春子はまだ5勝です。木戸選挙が4勝か、勝ってほしい。ブルースリーも遅めか、遅めでまだ1勝は厳しいんで、絆コマンドを使ってあれ、あ今年いっぱいかダイワスカレットは、まあ仕方ないですね。まあ13勝してますからね、全然強いです。対戦に登録してもいい。小泉って何勝だったっけ。11勝か。次にやったマーチステークスか。あここダートなんだ、これ
川田騎手は2かまだといってはもう達成してるから挑戦させましょう。でブログは発祥か大阪杯って言ってますが、大阪杯に誰が出るんだっけ。そうだ、ジュピターが出てジュピター勝たせたいんだから、ちょっと大阪杯出るのはやめようかな。一周放牧だけど、1006の2000か。ああいいですね、クイーンエリザベスステークス全然ありだと思います。出しましょう。で、一周放牧かな。ん、調子はそんな疲れてないから一周で十分です。アミーゴはなんだこれ、アミーゴはこれもう達成してんのか。まあマイル戦ですよね。でもここは一旦2周放牧。ノートレはこれ休ませないとダメだよな。スペーナイユーソナーセカチューもちょっとこれ休ませないと厳しいな。でアテネがランベット、短距離ジーマンってね、ああ出てる馬いないのか。まあこっちダートですからね、出るとしたらこっちか。ちょ行ってみましょう、挑戦です。そっかり、歌が出せるんだな。着歌どうなの出来は。3月5週前持つんじゃないのこれ。あ、椿も出んのか。まあでも出しましょう。まあ一番取ってるからな。ゲト戦記最上位5勝目を達成することはできるか。セカチュウか。行きましょう、ネクスト。フューチュリティステークスオーストラリア天野着歌一番人気となっております。128
120台はいないが、まあ110台の馬が多いですからね。みんな激戦となります。チャクタ頑張ってほしいレースです。コフィールド競馬場 G1 フューチュリティステークスオーストラリア芝 1400m です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アリバムワンダリング好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアリバムワンダリング行きました。続いて前へ行くのはベイクトサーテン、さらには SD アジャード、古豪バースバン、その後ろ先手を取ったのはアリバムワンダリング、アイスエマ、それに続きます。その外にキングズバーリン、スタイル&トレイル、そのうちに続いています。白の帽子ガイドブックカナス、その後ろ天野チャクータ、後ろから並んで4番ガーベイクライド。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界一のぶつかり合いだ。ちょっとチャクータ困ってますね。先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。バースバ前に並びかける。さあ一気に長い直線接勝負だが、最後の追い比べ、先頭はエルセギュンド、エルセギュンドと並んでいる。依然としてエルセギュンド、かせるか、あーダメか。エルセギュンド粘る。エルセギュンド、エルセギュンド1着、2着は天野チャクータ、3着にベイクトサーテ、勝ったのはエルセギュンド、見事な勝利です。うーん、汗馬になったんですが、か前をかすことができませんでした。エルセギュンド、天野ゲド戦記です。1番人気、なんとか5勝目上げてほしい。これも似たような構図ですね。強い馬が多い。前に行く馬が多いんで、差し馬は有利に見えますレースです。ロイヤルランドウィック競馬場 G1 チッピングノートンステークスは芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ハイエストナレーター好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してハイエストナレーター花に立ちます。その後ろからはフライトファーロー、この馬も上がっていく構えです。さらにはセイントリービッド、無敗のニトロサバンナ、その後ろハイエストナレーター先手を取りました。間が空いてジャックピンキー、赤の帽子デッサフローラ、その後ろテイクアモニカ、すぐ後ろ並んで2番グローディクミニスター、すぐ後ろにパイオニアシャーガー、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ10番ハイエストナレーター、2番手はセイントリービッド、フライトファーロー、3番手天野ゲド戦記、まだ来ない。後続も追い上げていきます。さあ先頭はハイエストナレーター、セイントリービッド続いています。その外からはフライトファーロー、間が空いてグローディクミニスター、さあ大外、先頭外から天野ゲド戦記、一気にここで先頭変わりました。先頭は天野ゲド戦記、ぶっこ抜く。あと 200m 後続を大きく引き離しました。引き離すのみ。アプローチクラーク、天野ゲド戦記、圧勝です。最後は天野ゲド戦記今ゴールイン、段違いの強さです。2着はアプローチクラーク、3着にフライトファーロー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野ゲド戦記、まさしく日本が世界に誇れる馬です。大外一気、束を突き放しました。
さん、天のつぼみ登場です。デビュー戦です。2番人気か、1番人気は取れませんでした。1番人気は里のモーションとなっておりますが、モーションなんですね。同じく、しかも父は天野だし、ダイジェストです。東京3歳新馬戦ダート 1600m 天のつぼみメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあ先頭を守っているが、先頭後続との差は3馬身以上、このリードを保てるか。コートエレジー必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 さあこっからは粘りだ。後続を大きく引き離しました。あ、さあつまらないな。2番手はコートエレジー、天のつぼみ。あ、逆に引き離した。今ゴールイン、強かった。段違いの強さです。2着はコートエレジー、3着に里のモーション。これは桁外れの強さだ。天のつぼみ、そしてダイヤモンドステークスはクラブは凱旋駅中ですが、ちょっとあんまり見たくないかな。ああ勝てなかったな。さあテンウプリキュア、これも無理でしょう。さあフェブラリーステークスです。4とフルで出します。その中でも1番人気は4番天のせかちゅうとなりましたね。まあ金札の資格持ってますからね、実績では1番でしょうね。2番人気は11番天の勝ちたいんやとなっています。刀春日天のノートレも出ております。で3番人気がジュディ・ミツオか。さあ、2番人気以下戦法変えられます。1番人気セカチュウが追い込みか。勝ちたいんやは先行、ノートレは差し、これでいってみましょう。レースです。さあ、2009年初の G1 はフェブラリーステークスとなります。ダート 1600m、ここを勝ってドバイとかダートの海外へ進出する足がかりとなるしたいところであります。4頭出走しております。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス間もなく発走です。さあ最後は大外枠のサンライズバッカス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは天の勝ちたいんや。勝ちたいんやがいいスタートですね。前へ行くのが天の勝ちたいんや、飯出健心、これに続きます。アジュディミツオ、勝ちたいんや前へ行く馬じゃないですからね。片野春日、そのうちに続いています。その外からワンダースピード、いや勝ちたいんや先手取ったや。内からはシーチャリオット並んで、2番バーミリアン、すぐ後ろにフェラーリピサ、赤の帽子キングスゾーン、その後ろ、その横にサンライズバッカス、その後ろからはワイルドワンダー、その外に大小ジェット、後ろからの競馬になりました。天のせかちゅう、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。最後方に天のノートレ、各馬砂煙を上げてノートレは差し先行馬ですが、最後方になっちゃいましたね。先頭に変わりました。2番手はアジュディミツオ、4コーナーをカーブして、さあまだ勝ちたんや頑張ってるが、中から割ってきた。あれは前に迫れるか。残り 200m。 さあ先頭は今度は天のせかちゅうですね。やっぱり手は天の勝ちタイヤ、天のせかちゅう、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は天の勝ちタイヤ、これが世界の実力だ。天のせかちゅう、やっぱりせかちゅう強いな。ウィニングランです。
セカチュー1着、勝ちたいや2着、ハルヒが4着、ノートエ6着か。勝ちたいや惜しい。ヤマトステークスクラブは凱旋モバゲーです。本種は本命ですね、一番人気はラジオカフェとなっております。ダイジェストです。京都オープン特別ヤマトステークスでいいのかな、ダート 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラジオカフェ先頭、残り 200m、 先頭はラジオカフェ、外から一気に突き抜けるか。凱旋モバゲー、凱旋モバゲー、かわす。凱旋モバゲー勝ちましたね。1着、2着にはどうやらラジオカフェ、3着にトライバルカフェ、見事に勝ちました。凱旋モバゲー。そして小倉大商店、天の想定内3番人気、クラブは極点トゥーレが1番人気、同じくクラブ馬凱旋ヘルシオが2番人気となってます。極点トゥーレがグリグリですね。想定内は黒三角かな。想定内先方を変えられますが、どうするか、前に行ってみるか。ダイジェスト、小倉 G3 小倉大商店芝 1800m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、キャプテントゥーレ、トゥーレか。2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。一気にさあ差を詰めるが、キャプテントゥーレわずかに、キャプテントゥーレ体勢有利、させなかったですね。頭差で想定内2着でした。さあサウジカップ2頭出しとで、11億を奪いに行きます。中山エンプレス杯とか中山記念もありますね。クラシックシーズン、姉はにかみか、嬉しいですね。先行力、これまあスプリンクラシック戦線じゃなくても短距離戦線に行きますからね。あ、凱旋鈍感だ、クラブ馬だ、これはびっくりしましたね。共同通信杯を取っている感じですからね。これ楽しみですね。凱旋鈍感か、面白いとこ攻めますね、伊坂さんにしては。この凱旋鈍感ってどんな馬だったっけ。早めか。あとちょっとローテ見て終わりですね、したいと思います。
金引きは出来はまあいいんじゃないでしょうか。勝ちたいんやが、いやちょっと感覚空きすぎてるよな。4勝か、勝ちたいんや。まあ、とはいえ厳しいですからね。1500の2300だったら柏記念とかもう出れますよね。3週以降だと惜しかったですね。そんなに休めませんからね。無理でしょ、想定内大阪杯は。しょうか。木戸選挙も大阪杯出すんだな。いやちょっと距離長いな、大阪杯は。出さんどこ。3月4週マイル戦があればそれ出したいが、タクレットか、あっこ世界に花がいんのか。ドカスターマイルかな、行きましょう。休ませた方がいいかな。椿も出るんだ。
8500も大丈夫なんだ椿ならば、ここですね、出しません。春日は、まあ、4着だからな。でも悪くないんだよな、アメリカのダート見てても。マイル戦なら勝負になる。ん、なんかライバルは、エネループが、ことはできましたが、ハートの長距離っていうレースがなかなかない。まあここかな、あるとしても。キャビアはやっぱり短距離路線ですね。シカダート両対応、ラキスタ、というところです。そして一応ジョッキーが被ってるレースがないっていうのを確認した。使えるんだ。ってことは健康に不安のある馬がいるんだ。一歳馬か。何がいいんだろう。グランプリボスとか弱そうだもんな。え、これ銀札だよな。じゃあ、どっちがいい。グランプリボスに使っちゃえ。記念ですね。楽しみですね。サウジカップはヒューソナが対抗視されてるんだ。一気に中を突き抜けてきました。強かった、いい背足でしたね。素晴らしかった。さあレースやってみましょう。
それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。金引きと前にあったダートバイスだね。好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく金引きに行きました。続いて前へ行くのはダイワスカーレット、さらには天の世界に花、1番ゼニアッタ、その後ろ先手を取ったのは金引きに。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。大きく離れました。天のアミーゴ、しんがりから天の小泉、各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭から4番金引き、依然として先頭、並んで5番ダイワスカーレット、その横に天の世界に花、天のアミーゴ、一段になってますね。緑の帽子、天の小泉、その後ろ最高峰にゼニアッタ、もう一度先頭に戻りましょう。いつの間にか最高峰です。レースを引っ張ります。すぐ隣に天の世界に花、 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。すぐ後ろに天のアミーゴ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてダイワスカーレット、天の世界に花、ほとんど差がありません。天のアミーゴ3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭は天の世界に花、ちょっとゼニアッタが置かれてますね。天の小泉、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は天のアミーゴ、残り 200m を通過して、先頭は天のアミーゴ、残り 100m、 2番手は金引き、天のアミーゴ、アミーゴだった。天のアミーゴ1着、2着は金引き、3着にダイワスカーレット、勝ったのは天のアミーゴ、このレースを制したのは天のアミーゴ。シーツは登録もできるんですよね。ウィーニングチケットとか、オフサイドトラップじゃ無理やろうな。スピード上位の馬、エルコンドルパサー、グラスワンダー、待機シャトルあたり登録しておこう。アペラオもいるんだ。サイレンス鈴鹿もで、ちょっと競馬場兼選択で、両馬場でサイレンス鈴鹿にはお扱い向きですが、このまま行くと大外になっちゃうから枠順をランダムで変更すると、グラスワンダーですね。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサイレンス鈴鹿、ウイニングチケット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくサイレンス鈴鹿行きました。続いて前へ行くのはウイニングチケット、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはダイワスカーレット、並んで11番サイレンス鈴鹿、ウイニングチケット、ね、それに続きます。ウイニングチケットは3番手だ。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。内からは金引き、さらにはエルコンドルパサー、その隣に天のアミーゴ、その横に天の世界に花、グラスワンダー、そのうちに続いています。これに続いて天の小泉、内からはオフサイドトラップ、青の帽子、AM オペラ王、その後ろ最高峰にゼニアッタ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最高峰までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。11番サイレンス鈴鹿、レースを引っ張ります。前はサイレンス鈴鹿、ここ2番手はダイワスカーレット、金引き3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はサイレンス鈴鹿、ダイワスカーレット続いています。金引き、その後ろ並んでウイニングチケット、天の小泉続いています。その隣からは天のアミーゴ、差を詰めていく、グラスワンダー、その外からは天の世界に花、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サイレンス鈴鹿先頭、前に迫る金引き、残り 200m、サイレンス鈴鹿さらに足を伸ばす、残り 100m、 金引き抜けた、金引きだ、木に天のアミーゴ、アミーゴお腹割ってきたが、着
2着にはどうやらアマノアミーゴ、3着にエルコンドルパサ、金引きり、見事このレースを制しました。すごいな、シマオレースはダートバー勝っちゃい、ダートの強豪は勝っちゃいましたね。金引き強いな。あとサイレンスーカーもうちょっとだったんですが、なかなか現実通りの逃げ切りは難しいってとこですよね。はい、ということで、ウィニングボストナイン2021遊んでいきました。見ていただいてありがとうございました。今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いします。マイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブを YouTube にアップロードいたします。ツイッチのチャット欄に、YouTube のURL のリンク貼ってございます。ぜひアクセスお願いします。YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 This Live Archive App My YouTube Channel My YouTube Channel Visit and Channel Subscribed Please And Good Button PleaseTwitterXQTwitter のアカウントもあります。ぜひご訪問お願いします。アカウントフォローもぜひお願いします。そしてリポスト、いいねもお願いします。 TwitterX My アカウント Visit and Follow Please And リポスト And Good ボタンAnd コメントプリーズ。ウィニングポスト9-2021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。